アーサー・グリフィスアーサー・グリフィスはアイルランドの政治家でシンフェイン島の創設者の一人アイルランド独立戦争の休戦条約である AI 条約の交渉においてはアイルランド側の代表を務めたアーサー・グリフィスは1871年にアイルランドのダブリンで生まれたウェールズからの移民を祖先に持ちカトリックの教義に則っ,った教育を受けている父は アイルランドの新聞、ネーションの印刷校であり、1890年代の労働葬儀におけるロックアウトにも関与していた。アーサーも父と同様に印刷校として働いていたが、アイルランド後の復興を目指すゲール5連盟及び民族主義団体であるアイルランド共和主義者同盟に参加していた。1897年から翌年にかけては結核の治療のため、 南アフリカを訪れ、その地で、ボーア人の支援活動を行っている。ダブリンに戻ったグリフィスは、週刊新聞である、ユナイテッド・アイリッシュ・マンが身を創刊した。1910年には15年間の婚約期間を経て、婚約者のマウドと結婚し、息子と娘を一人ずつ設けている。グリフィスは、バーネル率いるアイルランド議会党が、自由党との協力体制にあることを批判していた。 この考えは反リベラル的な思考で知られたヤング・アイアランダーを率いるジョン・ミッチェルの影響を受けているとされる。彼は社会主義者や無抵抗主義者を大英帝国の手先であると批判し、帝政ロシアやドイツ帝国のビルヘルム2世を称賛している。1904年にグリフィスはカマン・ナンドルと呼ばれる組織を結成した。この組織は イギリス国王エドワード7世のアイルランド訪問に反対するために設立したものであったが、翌年には他の民族主義的団体を吸収し、シンフェイン等が決闘された。1906年にユナイテッド・アイリッシュ・マンが裁判所命令により解散させられると、グリフィスは1909年にシンフェインが身を送還しこれは後にナショナリティへと発展的解消を遂げた。 アーサー・グリフィスとウォルター・コール・多くの歴史家は1905年11月28日をシンフェイン党の結成日としている。この日、グリフィスはシンフェイン党綱領を発表し、1800年に発布された連合法は不正であり、グラタン合意と1782年憲法において定められていたグレート・ブリテン・アイルランド両王国の連合が現在も有効であると宣言した。 シンフェイン等の基本的姿勢は1904年に出版されたグリフィスの著書ハンガリーの復活に見ることができる。この本の中でグリフィスはオーストリア帝国の一部でしかなかったハンガリー王国がいかにしてオーストリアハンガリー二重帝国の一翼を担うまでになったかについて述べている。君主主義者ではなかったもののグリフィスは イギリス・アイルランドが対等である二重王国の設立の可能性について検討している。彼の試案では、イギリス国王を両国の君主として認め、イギリス政府と対等のアイルランド政府がアイルランド島を統治するとしていた。このような試案は、マイケル・コリンズのような独立戦争の指導者たちには受け入れられなかったが、ケビン・オイギンスなどからは一定の支持を得ていた。 グリフィスの方針は、イギリス政府との融和を図るパーネル主義、及び左右翼の完全独立主義の中間を行く、ものであった。彼は、アイルランド選出のイギリス会議員が議会に参加することを批判し、アイルランド独自の議会を設立するべきだと考えていた。1907年に、キタリートリムで行われた、補欠選挙において、シンフェインの候補者が当選した。 この頃になると、イブのメンバーが、党組織に浸透するようになった。イブは、地方支部の代表に、その支持者を送り込み、月刊し、アイルランドの自由などを中心に活動していた。イブは、グリフィスの二重王国案を否定し、新兵員は、共和国建国を目指すべきであると考えていた。グリフィスは、次第にイブの主張に対して妥協するようになってゆく。グリフィスは、 社会的な事柄に対しては非常に保守的な考えを有していた。w b イエーツが推進していたナショナルシアターにおいて上演されたジョン・ミリントンシング作グレの影と最国一の人気男についてモラルが堕落していると批判し、イエーツがイギリス政府から助成金を受け取ったことも攻撃した。カトリックの神父の指示のもとに1904年に リムリックで小規模なポグロムが発生した際には、これへの支持を発表している。第一次世界大戦中の1916年に、ダブリンにおいて、パトリック・ピアースラアイルランド人民族主義者が、イギリス政府に対する反乱を計画した。このイースター放棄は、イギリス軍によって、直ちに鎮圧されたが、イギリス及びアイルランドでは、 この反乱がシンフェインの主導によるものであるとの報道がなされた。放棄の指導者たちがイギリス軍によって処刑されると、アイルランドでは放棄の参加者に対する同情が広まり、同時にシンフェイン等への支持が拡大した。この時期にシンフェインに加盟した者たちは、アイルランド民族主義を報じて、あくまでアイルランドの完全独立を求めるものが多く、 グリフィスの持論である二重王国案を掲げる、以前からの党員との間に対立が生じた。1917年10月の会議において、党の方針として共和制を選択することが決定され、グリフィスは党首を辞任し、公認には英文でバレラが就任した。その後、アイルランド議会党がグリフィスとの連携を図る動きに出たが、グリフィスはこれを拒否し、 議会党は1918年のイギリス議会会員選挙に敗北し、その役割を終えることになった。初のドイルエアランから1919 19年4月1918年のイギリス会員総選挙で、シンフェイン党はアイルランド議会党を破り、グリフィスも東キャバン県で議席を獲得した。シンフェイン党の議員たちは会員への参加を拒否し、アイルランド独自の議会、第1回。 ドイルエアランを招集した。これと、ほぼ同時に、アイルランド独立戦争が開始された。建国が宣言されたアイルランド共和国の指導者は、エーモンデバレラ、マイケル・コリンズなどである。デバレラが、アイルランドの支持を訴え、資金を集めるために、アメリカへと向かっている間、グリフィスはデバレラの代役を務めた。1921年には、イギリス軍に逮捕されたが、 直ちに釈放され、その年の末にはデバレラによって、旧戦条約締結のための施設団長に選ばれた。アーサー・グリフィスにより注釈が付された条約の総構、イギリス政府とアイルランド共和国暫定政府の代表による交渉のせい、AI 条約が締結された。この条約では新たに建国されるアイルランド自由国が大英帝国の自治領に留まること、 北アイルランドの所属についてはユニオニストが優勢を占める北アイルランド政府に決定を委ねることなどが取り決められたが、これらは多くのアイルランド民族主義者にとって受け入れがたいものであった。その中でグリフィスは、これはアイルランドに取り不利な条件ではないと考えていた。1921年にドイルエアランで翌年には南アイルランド議会でも条約が批准されると、 条約に反対していたで我らは大統領を辞任し、グリフィスが公認に指名された。条約の賛成派、反対派の対立により、アイルランドでは内戦が開始され、コリンズとの関係も悪化していたグリフィスは1922年8月12日に心臓発作により死去した。その10日後にはコリンズが航空圏で暗殺されている。ありがとうございます。